さて久しぶりにやるぞ。なんか未来に行くがどうたらこうたら言ってたけど、何なんだろう。はーい。さて未来に行く方法か。どうやって行くんだ。ねえキリト君、私ちょっと考えがあるの。なんで。ペルソナバベルは許せない。ユイちゃんを消滅させてこの世界にエネミーを送り込んで、私たちが楽しく遊ぶ VRMMO の中をめちゃくちゃにした。でも彼女がやることって基本的にゲームの枠から外れていないと思うの。どういうことだ。ゲームの枠ですか。うん、だってそうでしょ。バベルの塔だってバベルが用意したのなら封印して解除できないようにすればいいのに、オーブっていう鍵となるものを用意していたし。結局クリアできるかもしれないっていうことをしてくれてるってことか。そもそもこのスバルトエリアだって封印したままにしておけばよかったのに、そうしなかった。つまりクリアさせてくれるってことか。ユイ消滅を GM コンソールを使って行ったあたり、ゲームから外れたことができないのかもしれないな。うん、そう、きっと彼女はカーディナル以上のことができないんだよ。ほう、つまりそこまで強くないってことか。私たちを攻撃することすらできない。だから七王のコピーを作って召喚したり、負の神威技で負荷をかけたりしたんだと思う。だから今回の事態もそう。きっと解決策はこの世界のどこかにある、そう思うの。もう消滅してしまってるのにな。なるほど、漠然としちゃいるが理屈は通ってるね。通ってるのか。なんか無理やりやってるだけじゃないか。私にも一つ方針がある。なんだ。バベルの塔に虚無という属性があったこと、ベルにシトロンコールという技があること、仮想世界内での時間移動が必要とされていること、おそらく解決するための秘策は私たちバーストリンカーが鍵を握っている。こういうところでなんか合わせてきたのか。確かに私が知る限り時間を行ったり来たりするなんてものは ALO では聞いたことありません。そうね、この異変にカーディナルが順応しているのならブレインバースト側の特性を持ったアイテムや技が誕生してもおかしくはないわね。探そうか。そう、そして今一番可能性があるのがあのレジェンド級エネミー。いや倒せんでしょ。倒せないでしょ。奴らがこの世界に来たこと何か意味がある。いや倒せないでしょ。ああ、それは俺も思う。むしろこの事態をどうにかするためにカーディナルが呼びつけたくらいに考えてる。カーディナル優しいな。未来のストレイも気になることを言ってたしな。何かを倒せと。もう倒すのあそこの3人しかいないじゃないか。3体か。でもあいつら絶対に勝てるわけありませんよ。絶対っていう言葉はないんだ。そこは春雪君に同意だな。正直クロムディザスターよりも格上の相手だ。それでも倒すんでしょ。そんなになのか。でも最終的にはあのエネミーと対峙しなくちゃならない、そんな気がするよ。じゃあまずは違うことをしよう。そうだな。よし、今のアスネやパドの意見を参考にしながら一旦落ち着いて対策を考えよう。何をするんだ、はい、何か見落としがあるかもしれませんし、ね、いやわからない。そうだな、8つ目のオーブも手に入ったことだし、どこか行ける場所が増えているのかもしれない。そこでなんかいいアイテムを手に入れて弱くしてくれるのかな。よし、じゃあバベルとの延長戦気合い入れていこうぜ。でそれに対してここに行けばいいの。解除されました。つまりどういうことだってばよ。ここセーブだ。これもう一回話しかけたら何か何だ。何もない。おこれで飛んでいける。これ当たったら死ぬんじゃねこれ。あ入った。ここにあ砲撃しちゃった。やべ逃げよう。多分今戦っても負ける。戦い出した。バカだ。バカ野郎。バカ野郎。とりあえず、
とりあえず町に戻ろうぜ。これはどこに行くんだ。あれ、ここにもう一回来るのにどうしたらいいんだ。メニュー、倒すための手がかりを探そうだろ。あれ、わからない、わからない、何をしたらいいのかわからない。こういうところでね、このゲーム不親切だからな。どこで何をするかを教えてくれないんだよな、これ。P って書いてる。あそこの P に行ってみようか。スタミナがなくなる。無視していく。あ、なんだ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 。あ、そういうことね。だからここに行きたかったらいつでも行けますよってことか。とりあえず戻ろう。何をするんだ。誰かがヒントをくれるはずだ。どこに行けば何がある。お、新しい武器、クエストボールなんて一回も見てねえ。一回も見てないことは嘘だ。めっちゃあるやん。このクエストをすることでお金がいっぱい手に入る。なんだこれ。これ全部報告課の。なんか受けてた。いいや、とりあえずここでヒントがあるかないかだけを見とこう。ヒントの人、ヒントの人いる。ヒントさんいた。特殊な方法が必要なのかな。いや、それを教えてくれと。ギャラリーはいい。ギャラリーアルバム、あのエッチいやつあるかな。あれ、ギャラリーがまだまだあった。あ、こんなんしてたらバンされる。謎の光か。これ PS4 だぞ。いいのがこんなんして。イベント全然なんだな。そりゃそうか。この辺のイベント全くしてないもんな。アツナ、リズベット、シーカの3人でとかいうの。はい。お互い協力して頑張ろうぜ。そんなことはいいから、ヒント教えろ、ヒント。ベルちゃん、誰それ。そんなのはいいよ。特殊な方法とやら教えろよ。ヒントは？遭難したから？遭遇したらしい。あ、遭難か。遭難だよな。氷山に行ったらいいのか？氷山行ってみるか。お、氷山出た。氷山に行こう、行けど。やったー。イベントが、というか一番最初のやつに話しかければよかったんじゃないか。それとも話す順番なんてのがあったのかな。さて、その前に武器を
武器屋さんで鑑定なんか拾ってたかな。びっくりした、なんか急に手を挙げてどうした、腕が鳴るな、それだけか。武器屋さんに行って今日はどうしたんだ、鑑定アイテムあったかな、刀だね。他に気になるものはあるか、また来てくれよな。みんなの装備は、メンバーの装備、キルト君装備変更、637、早い、499、あれ横できないのか。リズベット800、じゃあ買い物すると、今日はどうしたんだ、武器購入、さてもう、お強くなってるけど、一十百千万、十万買える。刀、斧じゃない、コン800、お、これ持ってるやつやん、ということはこれは OK で、盾ワンドじゃないか、盾、盾何持ってた、盾持ってた、他にまた来てくれよな。もうキルト君じゃない、リズベットの盾、テラー85だけ見てたら、85だけ見てたらいいと。今日はどうしたんだ、立て、あれ減ってる、どういうこと、あ、魔法防御がつくのか、どっちがいいんだろうね、それは明らかに高い方がいいよね。2個買っちゃう、いやでもそんなことしたらな、まずキリト君の片手剣を2個買っといて、大事に使ってくれ、1個でいいかな、1個でいいや、他にいい品を揃えて待ってるよ。売ればいいのか。今日はどうしたんだ。購入。買って。他に気になるものはあるか。武器、片手の武器。なんかめっちゃ安くね。おかしくね、ちょっとネタボリすぎじゃね、他にまた来てくれよな。おかしいよな、さっきの値段明らかにおかしくない、これもいらん、こんな線とかの植物いらん、商談成立だな、商談成立だな、ひどいなこの、強っ、これ強いな、ボスキラーって。いい取引ができたよ、商談成立だな、しょぼいし、しょぼくないか、まあいいや、じゃあ買おう、これか、大事に使ってくれ、立て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 、あー、もう金がない、
いやでも、もう多分これでそろそろボスだろう。もうこっから先は大丈夫なはずだ。よし、なんかイベントがある？そういうのいいかな、そういうのいいかな。ここはそういうのいいかな。あー、え、なんだ、あ、こういうのできるのか。ほう、こういうのもあるのか。こっちはあれだろ、キャラを変えんといけないやつだろ。こっちはキャラを変えないといけないやつだけど、変えないといけないやつと変えなくていいやつがあるのか。じゃあこっちのイベントにしてみよう。戦闘が発生します。やってみようか。キルトじゃないけどな、これキルトじゃないよな、どう見ても。急に振り向いた。クライン、ちょっとこれを見てくれないか。どれだ。おお、キリノジ、どうしたんだ、神妙な顔してよ。え、どれどれ。ん、これはどっかのダンジョンの画像か。新しい画像か。ここに描かれてるの、人、いや妖精のレリーフか。それがどうした。そうだ、だがこの妖精何か気にならないか。ならない。妖精にしちゃ妙にちっこいな。ああ、小妖精、ピクシーみたいだろ。ピクシー。小妖精っていや、ユイちゃんのことだろ。この LO においてはプライベートピクシーのことを指す言葉だと思う。プライベートピクシーなんていっぱいいるじゃないか。だよな、俺らの仲間うちでもピクシーを持ってるのはお前だけだし、ピクシー持ちのプレイヤーに参加権があるクエストとかかもしれねえぜ。いや持ってないよ。俺もそれを考えていたんだ。今回の件もあるし、調べてみて損はないかもしれない。じゃあ行ってみよう。だよな、よし、そうなりゃ行動あるのみだ。パーティー組んで行ってみようぜ。え、クライン育てないぞ。この画像の場所がどこなのかもう調べてあるんだ。付き合ってくれるか。あ、会話だけで行くのか。もちろんよ。クライン即死するよ多分、このメンバーで行くと。ここか。ここかよ。なあ、あそこを見てみろ、例のレリーフがある。どう見てもユイじゃないな。やっぱ実物見てもユイちゃんに似てるな。全く似てなかったぞ。そうだな。あ、どうかしたのか。よくよく考えてみると、小妖精ってどういう存在なのかなって思ってさ。耳元で囁いてくれるんだよ。ん、小妖精、ピクシー、 LO のナビキャラだろ。それだけか。そうなんだけどさ、割り当てられるプレイヤーはごくわずかだろ。それに LO はもともと妖精の世界だ。妖精の種族が9種類って決まってるのに、さらに小妖精って言われるとなんかピンとこないような。そうだね。いや確かに9種類じゃなくて10種類じゃねえかって突っ込みたくなるな。それをもっと関西風に言ってほしかったな。だよな。でもよ、ダンジョンの入り口近くに小妖精のレリーフがあるくらいだし、もしかしたらこのクエストに存在の秘密が隠されてるのかもしれねえぜ。なあ、そうだといいな。適当なんだよきっと。キリトよ、自信持てよ。ユイちゃんが10種類目の妖精だろうとなんだろうと、おめえの大事なマナ娘には変わりねえだろう。あんま心配すんなって。クライン、ああ、ありがとう。クライン、いいやつだよな、ほんと。クラインと一緒に行くんすか。敵の強さは強い。あ、弱かった。一発で死なないか、強いと思ったら3発切った、終わった。結構広くないこのダンジョン。広いぞ、結構広いぞ。で、どこ行くんのこれ。なんでやねん、間違えた。
ダッシュの仕方がわからん。ダッシュしたい。こいつだな。なんか頑張って戦ってるね。無視していくよ。いて。あれ？間違えた。弱かった。やっぱり弱い。敵は弱い。じゃああとはどこに行くかだけだ。クラインがこっちに来たからそっちに行こう。外れてたらクラインのせいですよ。クラインさん、じゃあちゃんと道案内してくれませんかね。お、こっちっぽいぞ。なんかビシーって言ったけど全然痛くない。ここで終わり？まさかの、まさかの続いてた。なんか飛んできてるな。うおうおう、言ってみてください。言ってみてください。クラインのレベルが上がってる勝手に、何もしてないのに。なんか取った。お、来た来た。蹴って。蹴って。助けて。うん、なんか聞こえたな。あ、女の声だったぜ。助けて。助けない。助けを呼んでるぞ。こりゃいかねえと。ま、待てよクライン。これはどう考えても罠だろう。罠じゃないんだな。なんでそう言い切れるんだよ。罠だろうとなんだろうと女性が困っていたら助けるんだ。考えてもみろよ。ここに来るまで俺たち以外にプレイヤーの姿はなかった。なのに突然奥の方から男2人のパーティーが女の声で助けを呼ばれるなんて不自然極まりないだろう。そうかもしんねえけど、俺らよりずっと前から来てた人かもしんねえじゃんかよ。そうそう。クライ、このダンジョンの画像なんだが、実は出どころが全くの不明なんだ。そうだからといって助けないわけがダメじゃないか。何？突然俺にメッセージが送られてきて、差出人も不明だ。そうか。似たような体験をしたプレイヤーがいるか情報を探してみたが見つからなかった。この場所を知る奴はほとんどいないはずってことか。ああ、でも助けよう。助けてください。助けるぞ。 でもよ、こうして叫んでるじゃねえか。放っておけるわけねえだろう。さすがクライン。あの悲痛な叫びを無視できるほど俺は冷静な性分じゃねえんだよ。分かってるよ。行くなとは言ってない。気をつけろと言ってるんだな。ただあんまり軽はずみな行動は。合ってる合ってる。さっさと行こうぜ。見ず知らずの美しいお嬢さん、今あなたをお守りする戦士が参りますぞ。絶対分かってないな。分かってないよ。いいんだよ、いいんだよ別にそんなの。お、強くなったのか。技に磨きがかかったな。こっちはいけない。どっちだ、向こうか。あの奥だな。クラインさん130もあんのか。キリト君いくつだ。メンバー倍あった。一緒のパーティーにいないからってレベル上がらないのおかしいでしょ。一緒についてこいよ、レベル上がれよ。そうだった、ロストソングの時もそうだった。一人一人レベル上げないといけなかった。つらかったな。一晩放置してたな、ずっと。最初は一緒にレベル上げてたけど途中からめんどくさくなって PS ビータを。この程度かすり傷だぜ。ビータを右と左で輪ゴムで挟んでダンジョンぐるぐる回ってるだけでレベルがアホみたいに上がるっていう。いいねいいね。あれはすごかったな。ここで入ると
ここどこ？ここどこね？ここどこ？ここどこ？一番最初？バカじゃねえの。最初に戻りますが、戻りますかくらい言ってくれよ。一番最初はねえだろ。ショートカットもさせてくれねー。すごいやる気というものがなくなった。回復するぜ。回復してろよ勝手に。当たってね。これで決めるやってやるぜ。ここまで来たんだったっけ。ここまで来てもう一個こっちにも行ったのか。この奥まで行ったんだったっけ。強くなったのか。頑張ってるね。もうちょっと自力でレベル上げててほしいな。走れた。なんで俺走らなかったんだろう。ここ降りて降りてどっちに行ったんだ。宝があってこっち来て左に行ってダメだったからまっすぐ行ってみようかな。まっすぐ行こう。これで決める。戦士様。まだ聞こえてくるの。助けを待ってるんだ。そうだ待ってるんだ待ってるんだ。下心。勇猛なる戦士のお二人、どうか私をお助けください。下心を出しながら行くぞ。必ずお助けしますぞ。クライン、ここに来た目的覚えてるよな。非妖精と影妖精の戦士のお二人、こちらです。うわ怖え。今参りますぞ。怖え。俺たちのアバタータイプを認識してるな。ますます怪しい。怪しいぜ。来たか？まだか？もうすぐだ。もうすぐだ。着いた。来た。ふふふバカめーみたいな。あいつはこのダンジョンのボスか。ああただのボスか。いやいやいてめえ。助けを呼ぶ美女をどこに隠した？私です。美女ってまだ会ってないだろう。君の字。さっさとぶっ倒してやろうぜ。あいつを倒せばお嬢さんを救い出せるはずだ。はいはい。いやこいつ実はこいつだったんでしょ。泳ぎのスターバーソスリー。どこ行った。ロックどうやってんだろう。レベル結構高いぞ。よろしくサーバーストップに。へいへいへい。お嬢さんをどこに隠しやった。あこのイカか。こいつといい、こいつだ。いた。じゃあ、俺の助けを待つお嬢さんは。そんなの最初からいないんだよ。そんなのいねえよ。強えなこいつ。クライン、大丈夫か。クライン、死ぬぞ、クライン死ぬぞ。クライン回復しなくて大丈夫。はい、滅びのスターバーストスイ。いた、寝た。くそ。お、クラインなんかかっこいい技してる。あ、クライン生きてる。生きてた。あ、死んだ。いって、回復。あと半分か。よっ。
当たってね。まあいいや。ん？あれ？なんか出なかったぞ。スキル封じされてる。いてー。まあほぼできないな、マジで。これいつになったらできるようなの？あ、できた、できた。これ回復アイテム持ってないんですわ、残念ながら。いい。あれ？はい、ポドキのスターバーストストリームでおしまい。残念だったね。死んでる。なんとか倒したな。倒したけど。くらい。まあそう、気を落とすな。こういうトラップはよくあることじゃないか。そうそう、霧の字、そうそうだな。なんだかすまねえな。え、何がだ。だってよ、こいつは小妖精の謎に迫るクエストかもしれないってことでわざわざ来たのよ。しょうもないイベントでした。俺一人で浮かれて突っ走っちゃって、おめえは罠だろって何度も注意してくれたのによ。いや、そうでもないさ。ほら、見てみろよ、この報酬。なんだ？ん？こいつは装備品か？お、いいのもらえたか。ああ、このデザイン、何か関連ありそうだろ。そうか？そうだな。これをゲットできただけでも来た甲斐はあったぜ。ありがとうな、クライン。キリト、お前が鼻の下を伸ばしてあの声に誘われてくれたおかげだよ。最高だぜ。おいおい、なんだよその言い方はよ。まあ結果オーライってことだ。そっか、ならまあいいか。よし、さっさと帰ろうぜ。ああ、これは何のためのイベントなんだろう。この妖精のなんとかっていうのを取りまくったボス倒せるの？わからんね。まあセーブできたしいいや。終わるか。